寒い中、スタジアムにお集まりいただきありがとうございます。今シーズンはなかなか結果もつかない中、皆さん、いつも応援してくださってありがとうございます。来シーズンは、またカテゴリーも変わると思いますけど、チーム一丸となってこの藤枝、焼津、下灰原地域をもっともっと盛り上げられるようにチーム一丸となって頑張っていきますので、これからも藤枝丸 FC よろしくお願いします。ありがとうございました。富成選手ありがとうございました。続きまして斉藤俊秀監督よりご挨拶させていただきます。皆さん、このあいにくの天気の中、今日は1000人を超えるお客さんにお越しいただき本当にありがとうございます。そして、藤枝丸 FC を日頃より支えていただいてご支援していただいている全ての皆様にここで感謝の意を表します。本当にありがとうございます。我々藤枝丸 FC、気がつけば5年目の年を今年に迎え、開幕戦から、今日このホーム最終戦を迎えました。この藤枝総合サッカー場でこのナイターの中で、サッカーをやるというのは本当に奇跡的なことだと昔からやっている一人としては感じております。たくさんのサポーターの皆様、そして、アウェーでも遠いところまでお越しいただいているサポーターの皆様、そして日頃よりこの志田ハイパラ地域において生活している中でお声をかけてくださる方々、本当に皆さんのおかげで今我々があるということを心より感謝申し上げます。そういった意味では今年前期の戦いからまた天皇杯を経て、そして特にこの10月以降の戦いというものは非常に申し上げないと責任を感じております。そういった意味で今年いろんなコントラストがあったシーズンになりましたが、この経験、喜び、悔しさ、あらゆる感情をまた今後のサッカー人生につなげていきたいと思います。本当に今日は、皆様に何とか勝利をプレゼントしたかったと思いますが、ただ選手は最後まで本当に必死にやってくれたと思います。そんな選手を日頃より支えてくださり、そして雨の日も風の日も、そして晴れの日も雷の時も温かく支えてくださる皆様に本当に感謝申し上げます。来年からは今 GSD 入りというものを目指してやっております。もしそういう立場になれたのであるのならば、もっともっと厳しい環境に身を投じていくことになります。その時には本当にもう雨の日にはもう思いっきり雨を降らせていただき、その代わり晴れの日には心より叩いていただき、そういった意味で我々も覚悟を持って前進していきたいと考えております。本当にどんな時も応援してくださってありがとうございます。これからも我々藤枝丸 FC、そして選手一人一人頑張っていきますので、何卒よろしくお願いします。最後に追い隠し様よりご提供いただきましたボールを選手の直筆サイン入りでスタンドへ投げ入れを行います。